ディスミソー。ハイスコアガールの作者が作る胸クソ漫画。この作家は、週末ものから青春ものから胸クソものまで幅広いジャンルを描くことができる漫画好きがハマる漫画だし、作品の幅が広い。実写映画化までしたのぜ。この漫画はプロットが完璧に作り上げられており、オチも映画化に向いているオチ。主人公の JK はなんやかんやあって田舎でいじめというかリンチされてしまい、さらにはその胸クソがエスカレートしてしまい、両親ごと家を燃やされてしまい、妹は全身やけどになって再起不能という超絶胸クソ展開が発生する。そこで主人公のエレン君はついに激起こすチェックファイナリアリキプンプンドリームになり、家族をこんな目に合わせた奴全員ぶっ殺すということで、絶対殺すマンになる。ここから、胸クソたちをぶっ殺しまくるという読者にとって腹の底からざまみろ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえぜ展開が発生する。ここからネタバレ。この後のオチが凄まじく、最終的に裏のラスボスを殺す場面で自分に味方してくれてた男子高校生が実は裏の裏ボスだという展開から、裏ボスと裏の裏ボス両方と相打ちになってシナリオが終わるという映画のオチとしては王道の着地点になる。2020年のオチだったら最後主人公は生きてるのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。